高校ハイジャンプ宮下心の秘密のサーブ練習公開。この度あゆ太郎チャンネルは東京インドアに出場が決定いたしました。ルーセントカップ東京インドアが何月にあるんでしたっけ？1月15日にあります。1月15日、2023年の1月15日にあるということで、出場とは言ったんですけれども、出演ということで、僕が抽選会とかをするんですよね。そうです、はい、東京インドアの方で抽選会するので、でその抽選になんと当たった方は僕の東京インドア限定のオリジナル T シャツにあゆ太郎サインを書いた特別 T シャツを5名様に当たるということで、ぜひぜひ皆さん東京インドア見に来てください。会いに来てください。値段はね、この辺かこの辺かに、こっちか値段ここに貼っておきます。あともう一つ、先日私結婚いたしました。ありがとうございます。よかったですよ。でその際にですね、私あゆ太郎チャンネルは、ね、普段からルーセントさんの赤 M ボールにお世話になってるんですけれども、こちらを作っていただいたんですよ。紅白ボール、紅白ボール、結婚おめでとう紅白ボール。これね、あゆ太郎と、なんとね、これみほたんの絵がちょっと分かりづらいかな、書いてあるこちらの紅白ボールをね配ったんですけれども、なんとこちら限定で販売するということで、はい、ただ数がめちゃくちゃ少ないらしいので、何セットだったか、120セット、これで1セット、この2つで1セットです。あ、でも発売するときはこのカプセルボールはつかないんですけど、このカプセルボールはつかないけど、この2つで1セット入ってます。これが120セット限定で売られるそうなので、今日からボール販売スタートということで、こちら一人何個でも OK なので、マジで早く買っちゃった方がいいと思います。はい、概要欄に貼っておきます、購入場所お願いします。あゆ太郎チャンネル、はい、ということで今日はですね、せっかく、ルーセントさん来ていただいて、はい、ここにですね、なんと皇后杯チャンプ言いますんで、今回でこちらの皇后杯チャンプ宮下選手にですね、サーブを教わろうかなと思って、なかなか女子のね、サーブを教わる機会がなかったので、ね、女子のサーブもやっぱしなやかじゃない、めちゃくちゃ。そうですね、そうだから、そちらをどんなことを意識して皇后杯チャンプになったのか、じゃあちょっと早速サーブのコツを教えてもらいましょう。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー、あゆ太郎チャンネル。はい、それでは宮下選手お願いします。はい、宮下選手は前衛ということで、なんか意識していることとかあります？もう宮下流でいいので。そうですね、まず一つ目が、はい、トスを左足の前に、落ちるように上げる。お、左足の前に、はい、こう構えた時に、はい、左足のこの前あたり。あ、結構じゃあ前気味なんですね。そうですね、前気味。それがまず一つ目のコツというか、はい、なんか二つ目とかありますか？二つ目が、右足を左足の後ろにくっつける。くっつける、くっつけてしっかり膝を曲げて溜めること。はい、結構じゃあ前に体重乗っけてる感じのサーブですね。そうですね、はい、最後なんか三つ目とかだったら、三つ目はやっぱり打点を高くすることです。ああ、打点を高く、一番上でできるだけ高いところで、はい、おー、了解しました。じゃあそれを踏まえてちょっと見せてもらっていいでしょうか？はい、ちなみに、あれ打つポジションもいつもここ？もうちょっと真ん中？ここ？ぐらいです。あ、意外とそんな真ん中じゃないんだ。私はここら辺です。なんか結構全体そっちの真ん中にいるイメージがあるけど、結構この辺なんだね。サービスダッシュする人です。あ、サービスダッシュしない？しないです。あ、しないんだ。はい。そっかそっか。え、じゃあ打った後どこに？普通にどうするの？打ちました。あ、何？ストロークってから行くんだ。そうです。いや、いいサーブ。はい、今ちょっと一通り打ってもらったんですけれど、なんかグリップの持ち方とかはどんな感じですか？グリップは若干イースタン、若干イースタン、じゃあウエスタンとイースタンの間ぐらい、セミイースタン、はい、それで打って、なんか回転をかけるとかは特に意識してない？まあ、特に意識してないです。あ、もうまっすぐ、はい、フラットに当てることを意識して、はい、角度をつけるときだけちょっとこう
回転。早く教えてよそれ。って感じです。何、角度をつけるときはどっとしてんの？当てた後にちょっとこう。あ、やっぱそれは意識してんだちょっと。はい。はいはい、じゃあ体の向きとかよりちょっとこのラケットの角度を変えてる感じか。そうですね、当たるときにちょっと入れて、ちょっとそれ見せてもらおうかな。おお、結構それは角に打つときはやっぱエース狙いに行ったりすることが多い。そうですね、あ、気持ち狙って打ってます。はいはいはい。ウィーサブあゆたろうチャンネル。じゃあ最後になんかサーブこんな練習方法をやってたよとかあれば最後に紹介してもらえたらなと思うんですけど、ちょっと変わったサーブの練習なんですけど、はい、ストレートでこうサーブ打つ人とそれをノーバンでボレーする人、はい、何それ、ちょっとやってみて。はい、カブちゃんできるかな。多分ボレーする。それは何、サーブの練習、あ、その目がそこの狙う練習ってこと。結構あのコントロール、コントロール練習ってことか、はい、確かにあそこのラケットぐらいに行けば入るもんね、サーブ。速さはそんな重視しなくてもいいので、速さはコントロール重視ってことですね。ネットのどこの高さを通るかっていう。おお。ショー渡した。これが宮下選手が行っていた練習ということで、はい、皆さんぜひ真似してみてください。これ中学生難しそうだね、ちょっと。そうですね、ちょっと緩めでやってて。いつか高校生の頃からやってた。高校は、いや、大学から。大学からやってた、はい、結構難しいけど、これができたらコントロールがつくということで、はい、真似してみてください。ありがとうございます。あゆたろうチャンネル、ありがとうございました。ということでね、宮下選手こんな風にサーブ練習やってたよということで真似してみてください、はい、あと最初に言ったように東京インドアが1月15日にあるということで、皆さん僕らいますのでぜひぜひ来てください。抽選会やりますので、あとこちらのボール今日から発売になりますので120セットしかないので皆さんお早めに購入お願いします。1人何個でもいいらしいです。これ1人が120セット買ったら終わりってこと。終わりです。本当にいそうだよねそういう人。いますかね。だって120セットでしょ。できるもんならやってみろ。できるもんならやってみろお前。メルカリで売っちゃダメだぞ。メルカリで売ってんだよこういうの。絶対1個は行くんだ。そう、わかるからね。でこれね、120セット一気に買ってくれた人はもうハグだよ。ハグプレゼント。危ない危ない、ね。はい、ということで皆さん東京インドア楽しみ待ってます。はい、ということで今日はですね、皇后杯チャンプの宮下心秘密のサーブ練習公開ということでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ終わりたいと思います。この動画がいいねと思う方はグッドボタンを押します。この動画がそんなに良くないなと思う方もグッドボタンを押します。ということで次回の動画でまたお会いしましょう。バイナー。ワン、ツー、スリー、フォー。生物たちの虹色の戦争、あなたが殺した命の歌が1万年と2000年前から愛してる。街を抜け海に出たら月はどこを目指そうか。窓から見下ろす街並みは騒がしくて、yeah、青色の空に神様が来て願いを一つ叶えるなら花や虫は何を願う。